冬のヒビヌイ山脈、ヒビヌイ山脈の露天掘り鉱山、ヒビヌイ山脈とふもとの鉱工業都市、アパチートゥイヒビヌイ山脈は、ロシア領のコラ半島にある産地、ヒビヌイツンドラとも。コラ半島には二つの山脈があるが、一つはロボゼロ山脈で、もう一つがヒビヌイ山脈である。両山脈とも、植生はほぼツンドラである。産地は、 約1300平方キロメートルの広さで、コラ半島の北極圏より、北、中部から西部にかけて、オーバル型に広がっている。ひび縫い山脈の東端から5キロメートル先からは、ロボゼロ山脈が始まっている。ひび縫い山脈の周囲の平地からの高さは900メートルから1000メートルと、あまり高くない。最高峰ユドチブムチョール山は、標高1191メートルになる。 山地の頂上部は大地上だが、斜面は険しく、険しい峡谷が山頂から斜面に刻まれている。氷河、氷原、雪原などもある。沖合を流れるメキシコ湾流の影響で冬は穏やかになる。冬季の平均気温はマイナス5度ほどであるが、夜などはマイナス30度以下に低下することもある。山脈の地震活動は活発である。また、 氷記の氷河活動で土壌が削り取られた山脈からは、様々な鉱物が取れる。主なものは、臨海石と霞石であるが、他にも希少な鉱物なども多く、各地の鉱物マーケットに出回っている。山脈の東には、イマンドラ湖、西には、ウムボゼロ湖がある。またイマンドラ湖近くの山脈の麓には、キロフスクや、アパチー・トゥイなどの高校業都市がある。 ありがとうございます。